株式会社ユジー、宇都宮は大阪府大阪市北区に本社を置く日本の外食産業企業である。創業者で現社長の宇都宮俊しが東京で会社を設立。ゴルフ会員券の販売やモデルクラブの経営を経て間もなくして大阪へと戻り、1975年に大阪市内でミニサロンを開業する。やがて1978年に 梅田地下街に居酒屋、宇都宮をオープン。大阪市内で同店舗の拡大を続ける。1985年以降は、カジュアルレストラン、ボビーズクラブや、無国籍創作料理レストラン、食いもんや12.6、アジアンレストラン、ウッズトリックバーなど、若い世代に向けたファッショナブルな業態を立ち上げると、共に大阪、神戸、名古屋などに出店。 関西を中心に、同社の知名度を確立させるとともに、1998年には東京へも進出。渋谷や新宿、池袋などの繁華街に、系列店舗を次々とオープンさせるとともに、福岡や札幌にも進出を果たす。その後もネオ和食ブームに乗じて、隠れ川食、大仏コロコロや、離れ和食、 恋の雫などの業態を展開するようになるが、2002年以降、外食産業業界全体の売り上げが低迷したことに伴い、以後は定食や宮本虚氏の展開がメインとなるとともに、2007年に東京に所有していたレストランすべてを人材派遣大手グッドウィルグループ系列で外食運営事業を手掛けるフードスコープに売却。東京での事業から退くことになった。 メシア宮本無那し事業を株式会社宮本無那しへ九州分割し2016年9月にサトレストランシステムズへ売却。現在は主に関西、名古屋方面で店舗展開及び運営をしている。などなど。ありがとうございます。